いしょ。こんばんは。みなさんこんばんは。タコちゃんありがとう。だるまもありがとうね。こんばんは、みなさん。見えるかな、ちゃんと。あ、タコいっぱいありがとう。ありがとうね、タコさん。いっぱいありがとうね。こんばんは。レインボースターもありがとう。タコさんもいっぱいありがとう。ありがとう。ハートもね、タコさんもだるまもほんとたくさんありがとう。ありがとうございます。ハートもありがとう。今日ラストです。今日のラストです、この配信が。今日ラストなんです。こんばんは、こんばんは。初見です。そんな暑いかな。こんばんは。よいしょ。本当にさっきの暴走はちょっと落ち着いて今に至ります。こんばんは。今日もあっという間だったね。本当に早かった。本当に今日も一日お付き合いありがとうございました。本当にありがとうございました。もう皆さんのおかげです。本当にありがとう。差がすごい。なんか花江さんのエッサ声さ聞いててってなって染みてってなって今に至ります。タコさんありがとう。ありがとうございます。本当にハートもありがとう。落ち着いちゃった。タコさんもありがとう。流れ星もありがとう。そう、なんかもう花江さんの配信来てってなった。本当にね。レインボースターありがとう。ハートもありがとう。ありがとうございます。アルバムもありがとう。レインボースターもありがとうね。もうよかった、よかったからってなって今に至ります。本当に本当に本当に今に至ります。で、全員サイリウムカラーに黄色が入っていらっしゃる皆さん、皆さん。でもすごい良かった、良かったです。本当に良すぎた、良すぎた。わあ、ハートありがとう。だるまもありがとうね。めっちゃ良すぎた。とにかくとにかく良すぎたっていうのを言いたいんですけれども、これは今日最後の配信なので、なんかいっぱい話したいなって思っていっぱい話したいなって思って。だるまもありがとう。本当にありがとうございます。わあ、くまちゃんありがとうね。ありがとう。本当にありがとう。ラムネある、ありますよ。待って、全然考えてなかった。ラムネあるよ。ありますけど、やります、やりますか。やります。ラムネ、こんばんは。いきまーす、いきまーす、いきまーす、いきまーす。なんでこれがさ、私のあの新しい武器になってしまったんですか。ちょっとうますぎるんだよね、本当に本当にうますぎるんだよね。私、みんながなんかこれやってれば楽しいと思ってもらえるなら全然やりますけど。あ、そうだ、明日の予定、もう話していいですか。そう、明日は6時半から7時半と7時か違う6時から7時と8時から9時じゃなくて9時から10時どうですか、どうですか。待って、紙に書きますね。紙に書きます、私。よいしょ。いいと思う、ありがとう。それでいいよ、ありがとう。
よいしょ、6時半から7時半。何でしたっけ。9時から17時と21時から22時で、きっちり3時半のはず。3時半じゃない、全然3時半じゃない、もう何も考えてなかった。めっちゃ何も考えてなかった。3時間のはず本当に何も考えてなかった、ごめんね。そう、1時間ずつで考えてます。どうですか、めっちゃ普通。3時半って言って、3時半じゃないです、全然。本当に嘘です、めちゃめちゃ。3時半じゃない、全然嘘じゃない、嘘です、嘘です。もう頭が働いてないのかも。さっきで使い果てたって合ってる言葉、使いすぎた、本当に使い果てました。ルーズリーフはこんなにも残っているのにもかかわらず、もう明日の分は残っていない。いや、残ってるんだけど、違う、わあ落ち着いてください待って、落ち着きます。めっちゃ分かんなくなっちゃった。なんだっけ、3時間やります、明日ももちろん。使い果たしたよー。あ、いや、ごめんね、使い果たしました。そう、でも何の話しよう。いや、とにかく、なんだろうな、すごくこの配信イベントで皆さんが楽しいと思ってもらえるなら、私は何でも家にトランプ探してみたけど、トランプなかったんだ。トランプなかったの。レインフォースターありがとう、ありがとう、あのくまちゃんありがとうね。3つだよこれ、実は3つでやってます一応。そう、ありがとうねくまちゃん。そう、トランプなくて、私のお家なんて言ったってね、一人っ子なのでトランプが必要なかったあー、なんか自分でこれ言っててすごく悲しくなってきた。オセロはあるのに、オセロはあるのにそう、懐かしいラムネでしょ、私が大好きなラムネです。そう、私はあのちょっと一人っ子なので、ちょっとあのトランプが必要なかったそういえばトランプ必要ない家庭だなって。かわいい、ありがとうありがとうございます。そう、あのよくよく考えてみれば、なんでないんだろう、あ、そういうことかって思って。あと、もう時代は進化してて、私は本当にトランプをやるときはあのゲームでやってたので、あの皆さん時代は進化してるんです。そういうこと、紙トランプなんてね、今なかなか家にないですよ。なぜオセロはある、一人オセロをやってたからです。私は一人オセロをあの生業としてたのであ、ダメだ、でも確かにトムがいたから、あの、あ、でもトランプあるんだ、なんでだろう、サトウキにはなぜかトランプがありません。人生ゲームはでもあります人生ゲームはあるけどトランプはありませんなんでだろう、小学生の頃は何で遊んでたかな、 3DS とかかな。時代は進化してるんだよなぜなんだろうキラキラたくさんありがとうございます、本当に優勝ありがとうありがとうね。そう、人生ゲーム一人でやってた。いや、お母さんがたまにやってくれてたけど、お母さんも仕事してるからさ、一人きりというかそう、現代の、あ、でもなんかみんなが 3DS 持ってる時に、私一人で PSP をやってたっていう。お母さんがなんかもらってきた PSP を
やってたっていうか、アイルポカポカアイル村をやってました。ずっとやっぱ平行感覚がないかも。私の欠点見つけました。痛い、痛すぎる、やばい、痛すぎる。欠点を見つけました。なんだそれ、本当に。あの欠点見つけました。平行感覚がない。え、傘バランスとかやりたいな。外ではあの公園のブランコがめっちゃ好きでした。あ、なんか自己紹介 PR みたいな自己紹介 PR をさ、なんかできる、やる時のさ、話す秒を数えるためにやるみたいな、わかる？こういうさ、こういうので、あのなんだっけ、失敗するまで話し続けていいみたいな。佐藤ひろかです、 NGT48 4期生カン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 みたいなこんな短いつもりじゃなかったんだけどな。もう一回だけチャレンジしてもいいですか。いきますね、いきまーす。よし、 NGT48 佐藤ひろかです。佐藤ひろぐらいで終わっちゃったかな多分。いきます、もう一回だけやらせて。いくね、よーいスタート。 NGT48 4期生佐藤ひろかです。好きな食べ物は、好きな食べ物、好きな食べ物はオムライス、あと、あの綿あめとか最近好き、がチューイングギャムチューイングガムとかが好きですね。そして、誮生日8月8日、私の、一番なんだろう、特徴としては、自分で特徴としてるのは8月8日生まれということと、あと、誕生日が8月8日生まれと左利きっていうことですね。あと左利きでプラスで左の手のところに織田信長も持ってるような手相を持ってます。それがすごい自分の中では危ない、あなんか絶対話す内容をさ考えてなさすぎてなんかもっとちゃんと話せばよかったなって思いました。でもなんかできる気がした、なんか何でもできちゃうかなって思いました。ちょっと何でもできちゃうかなって思いましたね今。できる気がするって思っちゃった。川さんありがとうなんかこんななんかふざけてた時にありがとう川、ありがとう川さん、パーンってなんかふざけてたらとか言ったらパーンってありがとうございます、本当にありがとうね。よしよししときます、ここにいます、私ここにいるよ、ありがとうね本当に。信長の話したからかな信長の天使のねくまちゃんここにいます、ありがとうね本当に、ありがとう川さん、大事にします、天使のくまちゃん、協力できる、全然ありがとうございます本当に。くまちゃんをよしよしします、くまちゃんをめでる会ありがとうございます。じゃあもう一回だけ PR します、改めてね、佐藤ひろかの PR させてください。いきますね、いきますよ、いくからね。何中心に話そっか、じゃあ本当に何中心に話しましょうか。何中心に話そう、まあ別にいっか、好きなことを話します、はい、えいNGT48 4期生佐藤ひろかです。公演の見どころはあのかぶってるめっちゃかぶってる、頑張ってるから今やばい、佐藤ひろかの思い出いっぱい公演初日から今6回出演させていただいてるんですけれども、私意外と皆さんから笑顔が魅力だねとか
なんだろうな、アイドル系のね、しっかりしたアイドル系の楽曲が自分でも得意だと思っていたんですけれども、意外とあのなんだろう、目が死んでる病んでる女の子のお話の物語とか、あとロックだぜっていう系の楽曲がすごく自分でもまさかできると思ってなくて、最近の公演ではそれをやってるんですけれども、だるまありがとうなかったことにする、なかったことにする、だるまありがとう、なかったことにしましたなかったことにした、なんもなんもなかったよ、まあ、だるまいっぱいありがとう優勝ありがとう、だるまいっぱいありがとうね、本当にいっぱいだるまが来る、ありがとうございます。だるま、あ、誰だ、なんか滑る予感だるま滑る予感、待って、私ここならできるかもしれない、待って、笑顔が本当に好きありがとう、嬉しい、なかったことにするから。次は思い出いっぱい公演の中のユニットだったら、今かっこいい系の曲をやってるので、かわいい、ザ・かわいいみたいな楽曲がやりたいです。わっ、天使のくまちゃんありがとう、 I love you、 ありがとうね、ちょっと待って、ちょっと待って、ん、1個、まず1個やるね、ちょっと待って、あ、この画角やだ、この画角やだすぎるよ、ちょっと待って、この画角ですか、あちょっとなんか顎がさ上がってる画角はちょっと嫌、そう、私口開きやすいタイプだからちょっと嫌だったでもなんか安定しすぎてて、どこがいいんだろう、ん、いきますね、あー2個いけるよ、いけるよ、およ、あ、待って、なんか顎がどんどん上がってくるんだけど、どういうこと、ちょっと待ってね、私ささっきも言ったけど、私アイドルとしてすごく褒めていただけたので、前回の公演の時に、あ、待って、また顎が上がってる、やばい、あ、天使のくまちゃん、あ、ちょっと待って、無謀の挑戦すぎる、なんか別のスマホケースとかにしよう、スマホケースとかにしましょう、あー、また待って、顎が上がってくる、どうしよう、助けて、タコさんありがとう、ありがとう、やばい、顎が上がってくる、待って、無理だよね普通に、あ、待って、ここならできる、うますぎない、ちょっと、あー、天使のくまちゃんありがとう、アイドルは捨ててないんですって言ってるじゃないですかアイドルは捨ててないんですだって私特技ウインクって公式プロフィールに書いてるもん耳、私耳めっちゃちっちゃいって有名なんですよね、耳がめっちゃちっちゃいって皆さんから言われてはないんだけど、私自分でもう言っちゃってるんですけど、耳がめっちゃちっちゃいので、確かに耳ならいけるんじゃないかな、あ、待って、あ、だからなんかさ、画角が可愛くなくなっちゃうの、どうしてですか、あ、だるまありがとう、あ、ここ、あ、もうなんか、でもなんか安定してる、だるまありがとう、え、ちょっと待ってね、これってアイドルがすることで合ってますっけ、ちょっと待って、なんか違う、私ちょっと待って、2個ならいける、え、ちょっとさ、なんか別のチャレンジしません、
待って、私アイドルなんですよ。アイドルっていうのを改めて自覚。だからこの楽曲嫌だって。肺活量のやつありますよね。ちょっと、ちょっと待って、こっちか。なんか肺活量を試すやつあるじゃないですか。それを今からやります。めちゃめちゃぺっちゃんこです。いきま